ボーダー始まりました、もちチャンネルです。さあ、はい、今回ははい、アイドル実格官達チョーカです。はい、アメリカ生まれアメリカ育ちのチョーカさんなんですが、はい、今回ですね、前回東京ユニバーシティの和訳をやってもらったんですが、はい、今回はですね英作文の方やります。初ですね。はい、英作文は前にね兄弟でやってもらった和文英訳もあるんで、和文英訳ともう一個何かしらのテーマについて書くっていうのが出てきますので、そちらを見ていきたいと思います。さあ、一つ目が、以下の主張のいずれかを選び、その主張に対するあなたの考えを理由を添えて60から85の英語で述べよう。どっちかです。紙は人類の最も偉大な発明の一つである。もしくは、自転車は人類の最も偉大な発明の一つである。おー。てかこの60から80ってのがめんどくさいですね、なかなか。まあ少ないですからね、ネイティブにとってはだいぶ。はいはい、気づいたら全然500ぐらいいきそうな。そうなんですよ、そういうことです。でトフルであっても300とかですから、書くのはね。あ、もうでももうエッセイなくなったんだ、トフル。じゃあこれ先に、はい、では出まいりましょう。紙、自転車、どっちでいきますか。いや、これは紙でしょ。まあ簡単ですね、こう考えたって紙の方が簡単です。自転車はね、車だったら書きやすい、ね、え、そうですか。車の方が自転車より、 それなら車輪とか言った方がなかなか、あ、まあそうですね、書きやすいかなと思うんですけど、なんかパーツが多すぎて自転車や車って。72、よし、いました。さあ、では読んでもらいましょう。Paper is one of the most important inventions in human history. ここで絶対トピック文章ないとダメかな。そうですね、はい。Without paper, there is no practical way to keep records of human history itself. Clay tablets were used to inscribe and preserve writing before the invention of paper, but these were clunky and difficult to keep together. Paper, in addition to being essential to record keeping in human history, has also been used to wrap objects, soak up fluids, and create art. ということですね。ネイティブじゃないと出せないような表現もいっぱいあります。日本だとこうやっちゃダメっていうのもあります。だからいいですね、そういうのが。どっちでも僕はいいっていつも言うんですけど、Without paper, there, これですね。There is っていうのと、ああ、で、これを全部複数形にしろってことですか？いや、whoopee にしろっていう人もいますね。で、whoopee、仮定法だから。事実だから、そもそも、はい、っていうことで、で、ウォッピーの現実じゃないから、実際はあることだから、で、ウォッピーにしなさいっていう人もいますね。プラクティカルね、いいに見えるって。ごめんなさい、字が汚い。プラクティカルウェイトキープレコードオブヒューマンヒストリーイッセルフね、ヒューマンヒストリー自体を。はい、で、クレイタブレットですね。はい、こんなのも出てこないでしょうね、奥の人はね。紙がなくった時代の、うん、クレイが粘土で、このバンです。こういうタブレットのバンです。使われてましたよってね。そう、こうだって、インスクライブなんていうのも出ないですかね。こう字をこうね、刻むのやつですけど。And preserve writing before the invention of paper, but these were clunky. なんか絶対出ないですよ、こんなの。かさばるみたいな。そう、クランキーっていうチョコレートが確か日本はあったんじゃないか。CR だかな、クランキー。機嫌が悪い。機嫌が悪いはめっちゃ使いますね。クランキー。よく言われました、昔。チョコレート食べると治るよみたいな。わかんない。なんでなんだろう。クランチーから来てんじゃないかなと思ったけど。The end difficult to keep together ですね。そうですね。それは、そうです。確かに。紙がないとね、大変だし。紙っていうのは軽いっていうのもね、持ち運べるし。で、paper in addition to being essential to record keeping in human history has also been used, すごい、これ挿入部が長い。で、has also been used to wrap objects, そうですね。包む。包んだり。soak up.Fluids ですからね、この液体をこうやってやって、それを取る。こう液体を、例えばキッチンペーパーとかもまあ紙だから。で、create art、そうですね、アートを作るにっていう風に。通りますか。あ、もう絶対大丈夫だと思います。このさすがに東大でウーピーにしなきゃいけないとかっていう先生はいないと思うんだけどな。では。わあ、これ読めるかな。次は、そもそも読めるかな。英訳でございます。まず日本語のこれですね。政治の世界でのクォーラシステムは、議員の構成と彼らが代表する集団全体の構成とが適切に対応することを目指す制度である。また企業などの民間の組織においても、例えば意思決定に関わる役員職に女性が一定の割合を占めることが求められている。そのような仕組みが本当に平等につながるのか賛否両論の声も聞かれるが、現状では多くの社会において何かしらこのような制度により不平等等を、読めないです、ここ。是正と言います、これ。
する必要が生じている。クオータ制はそれが一時的であろうがなかろうが一つの有効な手段であって、長い時間の中で根付いてしまった不平等を迅速に解消することを目的としている。それが達成された暁にはクオータ制はまさに平等の原理に照らして廃止することもできる。もともと英訳だった気がしますね。ああ誰か別の人も言ってた。英語だったのが日本語に直してここに載ってるんだろうなって、うん、それが達成された暁にはって日本語ではあんまり出てこない言い回しだなと思って。確かにそうですね。元の英文に戻しましょう。うわ長いなこれ。クオータっていうのはよく使われる表現ですね。まだ日本語のノルマに近く使われることもすごく多くて、何か売ったりするときとかにも使われる表現ですけど、まあこれは一定数女性を入れなきゃいけないって。あのアメリカで問題になった受験のやつ。受験のやつ。ああ、アファーマティブアクション。ああ、あれです、あれです。多分こういう文章の方が元々が英語だったことが感じられるんで、おー、なるほど。読み取れますね。どういう文だったのかな。元々英語だったんじゃなかったかな。くしゃみじゃなかった好きだった分かんなかったえ最近暗室で私が Bless you と言いすぎてみんながくしゃみした後に自分のこと Bless me っていうようになってるんですよ。 Bless me って時々動画内で言ってます。コメントがえみたいに書いてが照らしてがわからないんで。では行きましょう。はい、読んでもらって。でここが一番自信あります。はい。Regardless of whether it is temporary, quota systems are one effective strategy that aims to quickly resolve inequalities that have been rooted in long periods of time. When that has been achieved, quota systems may be discontinued to create a true structure of equality. なるほど。まあ、regardless whether ね、はい、よく使うやつ。ああ、そうですね。オープン入れたり入れなかったりしますけど。で、it is temporary. It は？It はクォータシステム。だったら they are。あ、システムズ。ああ。あ、でも、クォータシステムズっていう概念だったらよくないですか。ああ、なるほどね。そういう風にして、いや、多分でも they are にしろって言われそうな気がするけど、まあ、あとは whether temporary or not なんていうこともできるんですね。It is 取っ払っちゃっていうこと。whether it is っていうのが多分ここのあろうがなかろうがの一番わかりやすいあれかな。ああなるほど。じゃあ regardless of whether they are temporary or not だったらそれでも大丈夫。読みにくいなとはなるか。ああなるね。で quota systems are one effective strategy。主語が複数で、あの後ろが別に単数でも構わないです。That aims to quickly resolve inequalities ね、はい、不平等をすぐに解決するってことですね。迅速を quickly、はい、そうですね、大丈夫です。で、that have been rooted、根付く、ね。これ多分 rooted って使ったら、あのアメリカ人だったら普通的に deeply を入れちゃうんです。ああ、そうですね。deeply rooted ってよく使う表現ですね。だから take root は使いますか？ああ。模範解答多かったのは take root でしたね。思い浮かばなかった。ああ、なるほど。that have taken root。だったらそっちの方が正しいかも。これだと若干意味違います多分。根付くっていう根っていうのをすごい大事に捉えてしまって、絶対ルートがないといけないんだろうなと思った時に take root っていうフレーズが出てこなくて、なるほど、これになっちゃったんで、これは多分罰ですね。罰、個人的には。ああそうなんだ。 When that has been achieved, quota systems may be discontinued. 廃止することもできるっていうまでは書けたんですけど、ここの照らし手がわからないんで、ここがもう to create a true structure of equality っていうのを作るために、まさに平等の原理にっていうところは多分これなんだろうなって思うんですけど、ここがわからないです。なるほど。この動詞の部分が、あの照らしてですね。照らしてってどういう意味ですか。照らしてはなんていうか、照らしては模範解答とか、ね、in light of。 あー、まあいわゆる considering とかって書いてもいいわけ、考慮してっていう風にできるそうですね。だから、義分とか、そういうふうに言うこともできますね。じゃ、それだったらどうしますか？まさに平等の原理って。まさに true にしたわけですね。あ、そう。The very だったらどうですか？ああ。In light of the very structure of equality. はい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 。という感じです。そう、まさにってよく very と訳されるんですね、日本では。The very 名詞って。ああ。っていうのがよく使われます。ということでございました。さあ、やってみてどうでしたか？割とやりやすいっちゃやりやすいです。私の能力が低かっただけです、これは。あらら。英語が出てこなくなってる、最近。ここが結構自分的に頑張ったところですね。エフェクティブストラテジー。
こう一つの有効な手段っていうのがよく使うフレーズだったら one of the most effective strategies みたいな感じになるんですけど、でもそれじゃ直訳じゃないなと思って、一つの有効な手段、他手段だったらどんなのがわかりますか、 method、 また簡単だったら way ですね、はい、とかっていうので、まあ、means とかね、あなんていうのがよく訳されるやつですということでございました。こんな感じで超過さんに解いてほしい問題があったら言ってください、解きますんで、解きます、頑張りますということで、今回は東大の英作文の方に挑戦してまいりました、はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。 Bye。